もう夏暑いからもうさ、普通にセミとかいてさ、部屋の中にセミ、部屋の中にセミがいたの。グッモーニー。なんかさっき待機コメントで単位で4時半なんだけど見たら、コメント見たんだけど、やばいね。4時半でわざわざこのハーチャーの朝の会見に来てくれてる先輩がいるんだね。嬉しい、めちゃめちゃ。もしかすると海外の先輩も結構多いんじゃない？コメント欄の数的にも結構海外の先輩多い気がする。今日は、学校が終わったらちょっとね、またラップ作りたいと思って。ラップってさ、何が一番難しいかって、ネタを考えるのが一番難しいんだよね。あ、別にラップっていうなんかすんごいこうプロみたいなラップを作る予定はないんだけど、なんかね、やっぱね、ネタだよね、ネタ。あれでね、なんか昨日考えたのは、はーちゃまについて語るラップをね、なんか自己紹介みたいなさ、なんかはーちゃまどんな人ですみたいなさ、なんかそういうラップがあってもいいんじゃないかなと思ったから、この前さ、めっちゃ長文のさ、怪文書みたいなさ、マシュマロが届いててさ、もうその内容がさ、なんか、はーちゃまがコテンパンに振られるみたいな、振られてるくせにキスするみたいな、よくわかんないストーリーでさ、もうマジであれはね、許せなかった、本当に。お前、何言ってんだよって。なんかそういうね、まあ、ネタをね、そういうのネタにしてもいいんじゃないと思うけど。なんかI don't need sleep, I need ハーチャマみたいなこと言ってる先輩がいたんだけど、あのね、夜更かしすぎないでね。さすがにね、寝てね、ちょっとはね。嬉しいけどね、めっちゃ夜遅くまで見てくれてるの。最近ハーチャマが見たさ、映画もなかなかのバッドエンドで、てか、ハーチャマが見る映画な、結構バッドエンドが多くて、なんかね、最近ハーチャマね、サイレントヒルを、知ったのよね。そう、サイレントヒルって結構昔の映画らしいんだけど、しかも結構さ、有名なホラー映画じゃん。ハーチャマね、今更ながらね、知ったのよね。ああいう話、こういう話だったんだ、みたいなね、サイレントヒルね。そう。いや、不思議な話だよね。なんかね、サイレントヒルっていう街で、街だっけ？まあ、村みたいな。街だな。うん、街で、そこに行ったらなんか異世界に繋がって、異世界なんかね、あれ。なんかね、謎の世界に繋がっていて、みたいな。そう。え、ゲームなの？あ、そうなんだ！ゲームなんだ！だからなんかさ、ゲームとかね、あるんだ。そのさ、ナースね、顔が包帯で巻かれたナースとかね、いるよね。なんか、映画とか夜、よくさ、夜、こうやって目閉じてさ、寝ようとするじゃん。そしたらさ、目閉じた、その暗闇の中にさ、例えばね、サイレントヒル見たんだったら、サイレントヒルのさ、ホラーの、結構グロテスクなキャラクターとかがさ、こう、目に焼き付いてるみたいなね。そう、あれで寝れないとかあるよね。実はね、はーちゃまのね、家ってね、はーちゃま今ね、地下に住んでて、で、その地下の入り口の目の前に、フランス人形、日本人形、で、人形がいろんな種類揃ったショーケースがあるわけ。あれは長らく見てないんだよね。もう、見ないようにしてるの、最近は。やばいやばい、これ放送終わった後にさ、ちょっと意識して見てさ、見てみたらさ、全員いなくなったらどうする？怖い怖い怖い。やばいよねー。てか、ハーチャマの家特殊すぎって感じなんだけど。やばいやばい。もう最近も慣れたもんよね、でも。ハーチャマもうね、住み始めて3ヶ月は経ったんだけど、もうね、住み立てのね、1ヶ月とかほんとひどかったんだよ。環境に慣れなさすぎて、もうマジで病みそうだった。もう夏だったんだよ。しかもその時夏場でさ、もう夏、暑いからもうさ、普通にセミとかいてさ、部屋の中にセミ、部屋の中にセミがいたの！そんな経験初めてで、なんかさ、なんか音すんなみたいな、なんかうるさいなみたいなさ、音聞こえて、しかもそれがセミとも思わなくて、うわ、なんか音響いてんだけど、みたいな、外からこんな響くもんなんだなと思ったらさ、普通にさ、こうやってさ、洋服さ、こうやってしまおうと思ってさ、洋服見たらさ、いるんだよ！あ、そう、コオロギ、コオロギ、そう、コオロギだよ、コオロギ。いや、コオロギがさ、いたの。しかもさ、こうやって、洋服こうやって持ち上げて、いたらそれで逃げるんだよ。しかも、ズサズサズサーって逃げてってさ、嘘じゃんみたい
今冬は幸せすぎるんだ。冬は虫がマジで湧かないからほんと幸せ。もうね、夏になりたくないよもう、っていう感じなんだよね。